どういう意識でホットやってるの？前もって分かってることで、坊主っていうのはどういう意識でやってるんだろうって普通に疑問なんやけど。HostTV.com。大阪南を拠点とするホストグループエースグループ。洗練された多数のイケメンたちが在籍し、他のホストグループとは一線を画す個性派集団。そしてそんなエースグループが開催する年に一度の最大イベント、ドリームマッチ。そしてドリームマッチの開催に伴い、本戦出場者以外の約100名で行われるドリームマッチ前夜祭。今回ホスト TV はそんな前夜祭の一部始終をカメラに収めた。12月7日、この日、エースグループのキャスト、スタッフたちはドリームマッチ前夜祭のため愛の店内に集結していた。今夜ここで愛、アイドル、ホストオブドリームと3店舗の合同営業が行われ、熱き戦いが繰り広げられる。そして早速営業が開始され、愛のヨシさんの宅に本日一発目となるシャンパンが運び込まれる。お茶やって、で今レムさんがめちゃくちゃ裏で怒られて。どういう意識でホットやってるの？前もって分かってることで、坊主っていうのはどういう意識でやってるのか普通に疑問ないけど。やばいなと思って連絡した時に駆けつけてくれた姫がいたので、めちゃくちゃ感謝です。なるほど。急遽？あ、急遽です。予定もなく。それすごいですね。いや、一発目を考えるということ。今日はそうですね、これから1位狙って頑張ります。ヨシさんのシャンパンコールを筆頭に早速盛り上がり始めた店内だが、ここで3店舗それぞれに前夜祭出場メンバーについて伺った。今日は1週間後にその選ばれた5人、3店舗あるんで15人の売り上げ対決があるんですけど、そのに選ばれてなかったほぼうちの従業員が集まって、現金対決の売り上げ勝負をするという気になっております。全員野菜で。あ、そうです、全員野菜です。3店舗ありますけど、ファーストファースト、はい、本当はどうですか？やっぱ毎月毎月頑張れって言ってるんですけど、まあ、こういう特別のイベントはやっぱ何か成し遂げなあかんっていう話ももちろんしてるんで、まあ、こういう見せれる日ってもう1年に1回しかないんで、こういうイベントにかける思いの強いやつが多分勝つんじゃないかなって思ってます。もう大盛況ですね。もうオープン始まってからすぐに。今日は僕はお客様呼ばずに前夜祭メンバーの子たちの応援という感じでやってます。でもやっぱりそうですね、グループでこういう対決イベントっていうのが多分ドリームマッチぐらいなんで、まあやっぱ気合いの入り方はやっぱ普通のイベントとは違うようになってるっすね。はい、お願いします。どうも。今回このドリームマッチ前夜祭、はい、それとしては初参加ですね。お座りとしては初参加です。もうできたばっかなんでね。そうですか。お座りの誰かが優勝してくれるんじゃないかなと思ってますけどね。ちょっと僕ね、本当私事ですが、ちょっと喋らんといてくれるかな。今インタビュー受けてるか分かるかな。すいません。あー、私事ですが、5日間入院してまして、今日まで今日のお昼まで入院してまして、でちょっと全然把握できてないんですけど、まあオス撮りが一番でしょうという、一番でしょうということで応援します。はい、撮影も頑張ってください。年に一度の最大イベントということもあり、それぞれの店長たちも意気込んでいるようである。そしてそんな中、アイドルのこちらの宅にも店舗一発目となる高級シャンパンが下ろされた。はい、いただきます。一発目ですね。ダーリンズメディーダーブイ感じ。オーエスター、言ってるやん。かっこいいね。マスターシャンパン、ありがとうございます。初、初ちゃんこれ。あ、初エンジェル、初エンジェル。おお、すごいところ見るよ。初めてのドリームマッチということで、スケールのデカさとか、人数の
ね、オーサーとかでめちゃくちゃ緊張してるんですけども、まあ、こうやって、ね、こういう1年2回のイベントで顔を立ててくれたのめちゃくちゃ本当に感謝しかないです。今日はね、まだまだこれからなんで盛り上がっていきましょう。よいしょ、イエーイ。今回初めてで、はい。ちなみに初トレックどれくらいなんですか？今4ヶ月ぐらい、まあ今日の日のために、はい、気合入れて、はい、先輩方がやっぱりもっと盛り上げてくれると思ってるんで、初陣を、はい、引き出してくれて。愛、アイドルに続き、ホストオブドリームのこちらの宅からもシャンパンがオーダーされた。ヘイヘイセーツワルト、エドワタマス。まだ今月始まったばっかなんで、はい、あとこれの10倍ぐらい今月お願いします。よいしょー、はい、嬉しいです。ホスドリやっぱ他の店舗に負けたくないんで、はい、こういうタイミングでできて嬉しいです。どの店舗も負けず劣らずの戦いを見せているが、今年初参戦だというこちらの2人にもインタビューを行った。今年お二方はドリマッチ初参戦で初参戦です、はい。あー、この前だけちょっとご紹介いただいてもいいですか？やっぱりツッパリライト、ツッパリライト、ツッパリライト。今日から俺はツッパリヤマトです。お前失笑やぞこれ。ちょっとそれご心境の方は、あ、絶対優勝しか見えないんで。おー、髪型が物語ってますね。はい、こんな格好して負けなんてありえない。はいはい、普段からその髪型なんですか？今日はもう気合入ってます。あー、なるほどなるほど。みんなこれした方がいいかな。気合入りますか。ちょっと気合入ります。全然違うんですね。あー、じゃあ、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ちょっとどうぞ、やらされてる感出さなくて。いや、出したいです。もっとなんか前のめりで行ってくれよ、もっと。頑張ります。多くのキャストが気合を入れて臨む今回のドリームマッチ前夜祭。今夜その勝利をつかみ取るのは一体誰なのか。